ベルギー人初の受賞者エデン・アザール。ピーフ年間最優秀若手選手賞は、イングランド国内で23歳以下の選手を対象に、そのシーズン最も活躍した選手に与えられる賞で、ある。1973から74シーズンから実施されており、プロフェッショナルフットボーラーズ・アソシエーションのメンバーによる投票によって選出される。イングランドの 全カテゴリーでプレーする選手を対象にしているが、これまでの受賞選手はすべてトップリーグでプレーしていた選手である。2017年現在、複数回受賞した選手は、ロビー・ファウラー、ライアン・ギグス、ウェイン・ルーニー、デレアリの4人のみである。イギリス国外の選手が、これまで受賞したのは6回だけであり、ピーフ年間最優秀選手賞の20回に比べ、少ない数となっている。 受賞回数やピーフ年間最優秀選手賞等の賞を受賞したものは対象外といったような制限はない。4月にノミネート選手が発表され、ピーフの他の賞の受賞者と共に後日ロンドンで表彰される。これまで48回行われており、44名の選手が受賞している。初めて2度受賞したライアン・ギグス。ロビー・ファウラーはギグスに次いで2度受賞した。 三人目の二度の受賞者となったウェイン・ルーニー。四人目の二度の受賞者となったデレアリ。ありがとうございます。